ロバート・マレットロバート・マレットはアイルランドの地質学者、土木エンジニアである。地震の研究で知られる。ダブリンで工場経営者の息子として生まれた。ダブリンのトリニティ・カレッジで学んだ。卒業後は父親の鉄工業で働いた。1932年にはアイルランド科学アカデミー会員に選ばれ、1835年からイギリス科学振興協会で働いた。 1838年にはアイルランド地質学会の就寝会員となり、1846年から1848年には会長を務めた。1846年にアイルランド科学アカデミーで発表した論文、地震の力学ザダイナミクスオブアースコーエイクスは近代地震学の基礎となったと評価され、サイズマラジー、アイソサイズマルマップ、 エッポセンターなどの用語の創始者である。1852年から1858年のアイダザ・アースクエイク・カタログ・オブ・ザ・ブリティッシュ・アソシエーションの出版の準備を行い、地震波の砂地と岩わじでの電波速度を調べる実験を行った。1857年12月16日、イタリアのパドゥーラ近くで1万1000人の犠牲者を出したナポリオ地震が発生すると、 ロンドン王立協会の資金を得て調査を行い、レポートオンザ・グレート・ネヘパリティアン・アースクエイク・オブ1857として報告した。地震の被害を写真によって記録した貴重な資料となった。1862年に2巻のグレート、ナポリタン・アースクエイク・オブ1857、ザ・ファースト・プリンシプルズ・オブ・アブザーベ・シャネル・サイズマラジーを出版した。 火山学の分野にもボルキャニックエネルギー、アンアテンプトツーディベロップイッツトゥルーオリジン,アンドコスミケルリレーションズがある。マレット砲エンジニアとしては、1848年からケープクリアに灯台を建設し、クリミア戦争中には1.1トンの砲弾を2.4キロメートル飛ばすことのできる巨大なマレット砲を設計したが、実戦には間に合わなかった。1854年に、 王立協会の会員に選ばれ、1859年に土木工学者協会からテルフォードメダルを受賞し、1877年にロンドン地質学会からボラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。